聞こえてますかこんばんは。つよさん、こんばんは。聞こえてますかね声、声聞こえてますか聞こえてる聞こえてますかねこんばんは。あルルルーヤさん、こんばんは。 アイさんこんばんは。え声聞こえてます？あよか,ったよかったよかったよかった。えっとお久しぶりです。今日画像明るいですかね。とあのちょっと映っちゃいけないものが映ってるんですけど。<laughs> 今日はねちょっとあの違うパソコンから照明もちょっと正面から炊いたりとかしてみて。 明るくなったらいいなと思っています。はい。皆さんお久しぶりです。ひろみくすです。<laughs> こんにちは。聞こえてますかイエーイ。キラって。ありがとうございます。サイクラ、サクランボさん。こんばんは。来ていただいてありがとうございます。あ、リボンさん。はっでこんばんは。あ、こんにちは。あ、お久しぶりです。本当 なんか9月が本当に忙しくって、えっと、なんか自分の仕事の方があが全然動画上げれてなくてねなんか私ねあっ、卓子さんこんばんは虹今日虹の,あの画像を上げましたからね虹出してくれたのかな秋めいてきましたねルルリーダーさん。 ルルリラさんどちら方方面の方ですかね私、あの九州は長崎なんですけど、こちらもね、今日寒かった、本当。浩二さん、こんばんは。なんかね、昨日の夜も寒くて、秋田、秋ル田ル、寒くないですか,だから秋田の方とかって、あのもう紅葉があるあの始まってるんじゃないですかね。なんかこの間、なんか言ってた。 あ、ニッチャーさん、こんばんは。ペペさん、こんばんは。なんか、あの、ハトリさんの番組で、なんか、北の方はもう紅葉が綺麗だって。あ、えっとね、ダンゴマウさん。ダンゴ、ダンゴマウさん。最近動画見え始めました。こんばんはっつ。ありがとうございます。こんばんは。どうも、私の動画にたどり着いていただいてありがとうございます。タクコさん、いつも、はい、拝見してます。ありがとうございます。<laughs> で、今日はね、あの、な、そう、あの、何ですかね。そう、9月にね、やり残したことがあるんですよ、私。えっとね、え大阪31度まで、ね、クーラーつけましたあ、大阪そうなんだ。え九州の方、長崎も今日は、ね、昼間はね、暑かった。あ、小花さん、こんばんは。ひなこさん、こんばんは。遅くないですよ、今始まったばかりです。大丈夫ですよ。わかめちゃんさん、こんばんは。 紅葉はまだですけど、朝晩寒くなりましたねってことで、ルルリアさん。あ、そうなんですね。なんかどっかの、なんかそう、ハトリさんの番組で、どっかの紅葉がめちゃめちゃ綺麗だってね、言ってた朝。うん。だから、あ、そう、そうなんだと思って。こちらの長崎の方はまだ全然紅葉とかじゃないんですけど、あのー、おっしゃる通り、あの大阪が31度っておっしゃる通りね、昼間はね、暑いんですよ。で、朝晩が冷える。 この温度差がちょっとね、きついね、体にね。そう、クーラーつけてますね。あ、大阪ですかやっぱり大阪つけるんですね。長崎の方もね、昼間はつけるかな暑いですもんね。あとね、あの、ちょっと扇風機もつけたりとかして、低めにして扇風機で空気を回すみたいな感じで仕事とかしたりしてますね。そんな感じ。<laughs> はい。ということでですね。 今日何かと言いますと、9月にやり残したことがあるんですよ。あの、気づ、お気づきな方いますかなんでしょうやり残したこと。えっとね、ルックワンタスティックビューティーボックス9月号の改造です。めっちゃやり残してるから、本当と。9月ね、忙しくて、本当に。<laughs> 待ってましたありがとうございます。 で、こういう感じで、ルックファンタスティック届くんですけど、もうね、ここのか、ここだと思いましたって、<laughs> ありがとう。<laughs> あ、正解です。ね。だと思いましたよね。嬉しい。<laughs> なんか嬉しい。私の動画見てくれてるんだと。本当に今で嬉しかった。そう。<laughs> でね、あの、まだ、この封すらも開けてなかったんですよ。はい。 横浜、わかめちゃんさん、横浜ですか前回も確か横浜っておっしゃってましたよね。はい。なんかそんな話した気がするな。で、こんな感じでね、ビューティーボックスね、出していきますと、こういう感じでビューティーボックスが9月号届いてたわけなんですよ。でね、9月号ね、なんかね、ちょっとね、特別なあの、号だったみたいなんですよね。えっとね、 スペシャルデザインボックスで、えっとね、バイ、タリ、タリテリー、バイテリーや、クリストフロバンなど、コスメマニアに人気の6アイテムが、8800円相当が入ってた。えっと、 あ使い切りとかも最近見てないですね。そうでしょう。使い切りも見てないですよねあの。使い切りのね、袋もね、パンパンになってきたんで、そろそろしないといけないなっていうふうに思っているんですけれども、なんかね、ちょっとビューティーボックス先にやる。<laughs> で、なんかね、特別なデザインのボックスだったんですよね。だからね、ちょっとやりたいなと思ってたんですけど、追いつかなかったんですよね。だからね、今日はね、これをね、 あの、前回のあの、ライブ配信の時に、ビューティーボックス生配信見てみたいっていうリクエストもなんかあったんで、ちょっとこう、あの、お言葉に甘えてやらせていただこうと思ってます <laughs>。そういう感じでやらせていただきます。ということで、開けていきましょう。皆さんと一緒に。じゃじゃーん。もう皆さんあの、持ってらっしゃる方はお手元に届いていらっしゃるかと思うんですけど、ビューティーボックスさ、もうさ、 ださ、ビューティーボックス、あの、月々いろんなものが変わってくるよね。今、今開けたじゃん。今開けたでしょ。今開けたのにこういう状態だからね。ここのシールさえも、あの、なくなってきている。<laughs> ちょっとビューティーボックス大丈夫。あと、あの、ちょっと、 今開けたのに、これが裏返しになってるっていうね。ビューティーボックス、ちょっと最近ざっとしてる感じがね、否めない。<laughs> より弁、ほんとより弁よ。より弁を、なんかより弁をノリで隠したみたいになってるからね。ほら、こんな感じ。<laughs> あ、ことさ、たかこさん、今年シールか、今月シールなかったですね。なかったですよ。なかったんだ。<laughs> みんな一緒なんだね。 でより弁も一緒なのかしらねなんかどう,なんだろうねちょっとまあでもねあの楽しみだからこれは本当楽しみだからどんな感じで入れてきていただこうとねあの私は嬉しいですよはいでもしかしたらね結構ルックファンタスティックのビューティーボックスたくさん注文が来て間に合わないから はい、はい、はい、急ぎ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 、はい、回せ、回せ、みたいな。なんか、そんな感じでやってるのかなって思ったりとかもするんですけどね。ル <laughs> ルリアさん行けって、そんな感じ。回せ、回せ、みたいなね。おいおい、そっち何やってんだはい、回せ、回せ、みたいな感じで、多分入れていってるんだろうなっていうふうに思いますね。はい。でも、中身はしっかりしたものが入ってるからね。そこはいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ということで、 ビューティーボックス開けていきましょうかね。全部で、えっと、6アイテム入っているということなんで、えっと、毎月より便。私も、本当、毎月より便ですよね。はい。まずね、何から開けていこうかな。最初に出てきてたから、こちらからいきましょうかね。こちら、パックが入ってました。なんかね、あの基本的に今,年今,今月後はいい匂いがしますね。なんかいい匂いがすると。ビューティープロの シートマスクが入ってましたコラーゲン、ビタミン C、えっとア、アロエベラが入ってるんだって、だからモイスチャーライジング系の、あれかなあの、コラーゲンとビタミン C が入ってるから、モイストな感じにしてくれるパックなのかなっていう感じがしますね。で、15分、えー、置いて、えー、剥がしてくださいというようなことを書いてありますね。 トラベルウィズミーって書いてあるよ。トラベルウィズミーって、ここに。トラベル、旅行の時持ってってねっていうことなんだろうけどね。どういう意味で書いたのかなよくわかんないな。ねトラベルウィズミーって書いてあるのちょっと初めて見た。<laughs> なんかあれかななんかあの、な、な、は、く機内持ち込みって何ミリリットル以内しか持ち込めないじゃないですか。海外行く時とか。 それに、その何ミリリットルにこう全然、そ,その許容範囲内ですよって意味なのかもしれないね。はい。そういったシートマスクが入ってました。はい。そして、あちなみに、あ私せっかくだから言って、こうシートマスクは830円相当らしいですよ。すごいね。すごい。これ1万830円なんだって。すごい。ちょっとやってみたいと思います。やったところは、あのインスタとかでこうもしかしたらシートマスクの顔を上げるかもしれないけど。はい。 はい。そして続いていきたいと思います。じゃじゃんこちらですね。こちら。リップ、グロスなんだろうけど、なんかね、ちょっと、なんかあんまり量が入ってないような気がする。勘違いかなえっとね、テリー、バイテリーっていうところの、えー、ビューティー・でローズっていう、 あの、リップグロスが入ってました。リップグロス。ちょっとつけてみようか。せっかくだから。私、ちょっとこっ、あの、直につけるのは苦手なんですよね。苦手なんですけど、あ、こんな感じ。ちょっとクリーム状の、こういう感じですね。これをちょっと、いっぱい出してみて、ちょっとリップ塗ってみようかな。<laughs> うん、なんかね、これがね、 香りつきっていうか、成分の匂いがするね。なんか成分の匂いがする。あの、香りをつけましたっていうか、成分の匂いをつけましたっていう感じ。私ね、ニキビがね、すごいんですよ、こう。なんか、あ、IM さん、こんにちは。ともさん、こんにちは。にっちゃんさん、あ、香りつき嬉しいですね。ありがとうございます。こんにちは、ライブですよ。<laughs> 今日の今日を告知して。 であの皆さん来ていただいてありがとうございます、本当。こレ、カラリップはあ、リップとか、あの、グラスうん、ちょっとこう、ちょっとね、成分の匂いがする。なんか、あの、なんかあの、えっとね、声優的な、なんか、 匂いがする、ね、なんかどう,どうだこうだっていうのはもうグーグル先生に聞くしかないんですけど結構あの香りをつけましたっていうか成分がそのまんまの香りですみたいな感じの香りがするこれをね見ながらね地道にやるしかないんですよもう英語がねもうあでもめっちゃページ取ってる1ページえそんなすごいやつなの えっと、えー、このリップ2140円なんだって。ローズ、え、すごいね。え、すごいわ。私が知らないだけなのかな。海外では有名なブランドなのかもしれないね。 評価された栄養のあるリップクリームで、あなたの柔らかさをやわ、あなたの柔らげる最適に望ましい輝きを与えて、なんか、なんか与えてくれるみたい。なんか、ちょっと何言ってるかわかんないんだけどって感じなんですけど。<laughs> えっと、なんか、 あのー、結構このリップは2000円超えのリップでしたね。あら、どこ行ったこれ。これ。このブランドさんがそういうやつなのかもしれないね。こういうやつがね。あそんなんだ、びっくりした。でも今、あのなんだろう、あのー、リップ切れしてるので、リップ切れっていうか、リップクリーム切れしてるので、でもこれ、グロスだからね、マスクにつくかもしれないけど、2000円超えだったら、うん、びっくりしたから、ちょっと使わせてもらおうかな。 なんか、唇を健やかに保ってくれる、あの、オイルとかが入ってるみたい。そういう感じのリップでした。はい。で続いてが、いきましょう。じゃじゃん。私、このブランド初めてかも。ルーク・ファンタスティック。クリストファー・ロービン・パリスって書いてある。クリストファー・ロビン・パリス。 あこれマスクですね。98%天然成分で湿気を閉じ込めるっていうから潤いを閉じ込めてくれる。そういったマスクみたい。えあヘアマスクだって、ヘアマスク髪の毛だ。で、えっと、適量シ、シャンプーの後に適量を塗って、えっと、10分置いてすすいでくださいと。 いうようなマスクなんだって。へえ、ー、すごいね、すごいね。ヘアマスク。なんかクリストファー・ロビー、初めてこのブランド。これは、えっとね、これは830円。でも、こっちの方がなんか高そうな気がするけどね、これは830円でした。うん、そして、続いていきましょうね。じゃじゃん こちら SVR と、これもさ、結構入ってるよね。あ、目元用クリーム。だってこれ。1680円。これも結構いいものじゃないでしょうかね。前もこれ箱で入ってた気がするよね。あ、こういうやつ。こういうやつです。こういうやつ。で、 私も苦手な香りでしたけど、そういうことな,ことならグロス使えますってね。<laughs> 私も思ったおんな。同じように思いました。<laughs> 2000円もするなら使おうかみたいなね。なんかそんな感じ。あー、これは、えっとね、目元用クリーム、こういうやつ。あー、でもね、結構ね、トゥルトゥル系ですね。香りはね、しない。 な大丈夫。香りはしないけど、結構ツルツル系なんで、あの。走ってこう目にね、こうとどまってくれる、成分がね、とどまってくれるような。感じですね。うん。あ、あゆさん、こんばんは。音符マークつけてくれてる。ありがとうございます。うん、これいいですね。 うん、翻訳しながらライブって難しいね。翻訳しながらライブっていうのもね。これは、まあ目元用マスクだから、取り立てて、うん、やっぱそう、一日に、一日二回、だから朝晩使ってくださいっていう感じですね。やっぱ薬指を使ってくださいって書いてあるので、こういう時は薬、なの目元用アイクリームは、うん、あの、アイクリームは、えっと、 薬指を使った方がいいということ。24時間水分補給してくれるということ。へ、えー、なるほどね。目元の水分を24時間あのキープしてくれるということなので、でもこういうのってなんかど,どうなんだろうね。目元用クリームとか私あんまり昼間は使わないんですよね。あ、だんごマウさん。 何だか見てるだけで癒されます。ありがとうございます。<laughs> なんか私の、こう,なう,う,なこうな、なんか、そういう、なんか、こう、なんか、大仏的な要素ですかね。なんか、大仏的な感じで、あ、見てるだけで癒されるわ、みたいな <laughs>。そういうオーラを出してるかな <laughs>。はい。そして、じゃじゃん。あ、これ。これ前入ってたよね。これね。えっとね。 確かにこれね、ミーナって呼ぶんですよね。確か違ったっけなんか、この間、ミーコかなんかでこれが発売されてたんですよね。で、オモロピッツァってなんかあったじゃないですか。多分今度、ルックファンタスティックのビューティーボックがルックファンタスティックのアドベントカレンダーを私、あの注文したんですけど、そういうのによく入ってくるオモロピッツァってやつが、ミーコで発売されてたんですよ。で、あれって あの,なあの日本上陸してたのかな今回したのかなで、このね、このミーナってやつも、なんかね、ミーコで見たんですよね、確かミーコじゃなかったかな。だから、え日本上陸し,し,えしてんのと思って、ちょっとね、なんかちょっとわさわさってね、自分の中でなったんですけど、でこれがカラザ、カラーペン、1980円。すごいね、カラーペンってどういうことだ あ、あの、アイライナーですね。アイライナー。アイライナーです。結構こういう感じ。ピロー、ピローと、ピロー、ピロー。結構細めの線も描ける。で、色はね、ちょっとあのー、もう今度、この見たまま発色っていう感じ。茶色系の赤茶色みたいな。あ、でも、ち蓋が甘いね。 カチってならないやつだから、ちょっとこう、ポーチの中で、ペラッってこう行きそうな感じがする。ちょっと危険な香りがするやつですね。うん。で、これが、えっと、ウォータープルーフなのかどうかっていうのをちょっと試してみたいと思いますね。もうね、乾燥は早いよ。すごい乾燥する。<laughs> ウォータープルーフじゃないです、これ。こんなにスルスル取れるもん。 ちょっとこれさ、ちょっと今一瞬面白かったよね。これはウォータープルーフじゃないですね。これでさ、1980円。あの、別に悪口言ってるわけじゃないですけどね。1980円です、今の。<laughs> あっという間に落ちたね、本当ね。びっくりした。あ、そういう感じなんだ。<laughs> あちょっと驚いた。ウォータープルーフって書いてなかったね、確かに。 まあそこまでは、あの、うん、ペン、アイライナーって書いてあるからね。うん。まあ、そういうことでしょう。はい。ただ、早くも最後の商品でございます。じゃじゃんこちら。はい。こちらが、えっとね、アメリオラテ、スムージングボディエクスフォレーション、フォレイト。 ボディークリームだろうね。モイスチャライジングだから保湿のボディークリームだと思います。私が思、察するに。あ、ちなみにこれのお値段は、えっ、ー、とね、あ、スムージングボディー、これね、1340円ですね。うん、結構なお値段しますね。50ミリで。 うん。あれあれ私、えっと、1 2, 3, 4, 5,、2、3、4、5、あ六6個入ってるか。あ、私、間違え、ちょっと間違えましたね。このシートマスクは、この赤いシートマスク、えっと、この、 えっと、シートマスクは、えっとですね、760円でした。で、ハイドレーティングメルティングマスク、830円っていうのがあるんですけど、123456。あ、この、これか。これが830円か。 マスクが2個入ってたから、ちょっと間違っちゃった。あの、髪の毛のマスクが830円で、顔のマスクは760円。でも760円でも高いよね。うん。で、で、今最後の商品が、とモイスチャライジングのボディクリームっていうことですね。で、これが、えっ、ー、とね、1340円。というようなことでございます。出してみようか。 すごい。これ、もとろーっとしてる。な、とろーっとしてるっていうか、出てくるときに。あ、ええちょっとこれ、わかりますあ、わからないよね。ザラザラが入ってる。どういうことこれはね、いい匂いがする。なんかね、ちょっとね、あ、入ってる、入ってる。 高子さんスクラブ入ってるちょっと待ってこれなちょっと待ってどういうことだちょっとグーグルに聞いてるの、ね、今ああこれは乾燥肌に徹底的にマッサージ週に23回 えっと、やって、カラーとボディー。あーだからか、ボディースクラブだ、これ。あ、びっくりした。よかったー。<laughs> ねえ。あ、くみぷーさん、こんばんは。出遅れましたということで、そう、えっと、大丈夫ですよ。今だね、今、始まって25分ぐらいなんで。はい。 あと、スクラブが入ってましたね。びっくりしたね。びっくりしたのは私なんですけどね。これよ、かった。みんなに見せといて。知らなかったら、あの、風呂上がりにさ、よし、えっと、つけようと思ったらさ、ザラザラしてもう一回洗わなきゃいけない。<laughs> 私も間違えたんですって。間違えました私と同じ検証になるとこだった。風呂上がりにもう一回シャワー浴びなきゃいけないような状況になる、ためになるとこだった。 <laughs> あ一緒だ、た子さん。あの、よかった。私がね、早く動画出してればね、そんなことにならなかったのにね。<laughs> すみません。あ、ショコランさん、はじめまして。こんばんは。どうも、いらっしゃいませ。ヒロミックスカフェ。カフェじゃないか。<笑><笑>私のことです。<laughs> いや、ほんとね。 これ驚かされるね。なんかこういうさ、なんかサプライズ感があっていいよね。ルックファンタスティックってさ。英語だからなんかほら、なんかしっかり読めなかったりとかするんで、なんかちょっと面白いよね。ちょっとこういうふうにさせていただいて。なぜかというと、今正座してたんで足が痺れたんです。はい。<laughs> ということで、全部で6商品のアイテムを今紹介し終えたんですけど、ということで、これは皆さん、 あのボディースクラブなので気をつけてください。ボディースクラブです。ただ、モイスチャライジングなんで、肌を健やかに保ってくれるというようなものでございました。はい、でこれがヘアマスクです。ヘアマスク。だからこれは、えっと、ヘア、髪の毛に置いて2分、2ミニッツって書いてあるので、2分間置いて、えっと、洗い流してくださいというような商品でございました。でこちらが顔のパックですね。 これは15分間置い,てあの置いて剥がしてくださいということでございます、うん。これいいね。なんかちょっと使いたい。これ700円ぐらいするからね。ちょっと使ってみたいと思います。で、アイクリームが入ってたということです。アイクリーム。これ結構なんか肌に留まってくれそうな感じなんで、ちょっと使ってみようかなと思います。で、何、何と言っても、どっちから行こうかな、何と言ってもって。 あのこちらのリップがなんと2000円超えっていうね、いうことでございますんで、これちょっとね、あの確かにね、瓶だもんね、瓶っていうかガラスだもんね。うん、だからまあ、いいんだろうね、ちょっと存じ上げなくて、何にもリアクションができないんですけど、ちょっとポーチに入れとこうかな。ポーチっていうか、あの筆箱に入れといて、パソコンの時きにパパって、かパッとこうマスクをするような感じにしようかな。で このミーナの575番の、えっと、ペンシルは、これはね、あの、ちょっと使いにくいね。あの、落ちちゃうもんね。あの、あ、出遅れましたっていう方がいらっしゃるので、これのね、あの、威力をちょっとね、もう一回見せたいと思います。ちょっと、あの、こういう感じで、あの、え、なんだっけ、アイライナーなんですよ、アイライナー。いきますよ。 スルンと溶けますということでございます。<laughs> これはね、ちょっとね、難しいね。使うのね。まあ、こういう商品がこう入ってくれてるから、なんかちょっと宝箱感があって面白いんですよね。あのサプライズ感が。そういうところが好き。ルックアンダースティック。うん。毎回寄り便だしね。うん。<laughs> そういう感じです。はい。 ということで、今ですね、29分。あのね、私思ったんですよ。あの、ルックファンタスティック開封だけで、あのー、まあ、1時間ぐらい喋ろうかなと思ってたんですけど、ルックファンタスティックで1時間持たせれるかっていうふうにちょっと思ったんですけど、<laughs> もう一度やってくれたらどてありがとうございました。い。<laughs> なんか、これはね、ちょっとね、あのー、面白かった、本当あもう一回ぐらい、あの、新しく来た方いらっしゃったら、 あのもう一回ぐらいやりたいなと思うあの、衝撃の、オチの良さは衝撃だからね、あの、いいかなと思いますね。あの、オチの良さはね。ただ、完全パンダ目だよね。うん。うん、ちょっと面白い。もう一回ぐらいやろうかな。この1時間の間に。<laughs> はい。そういう感じででね、その1時間ぐらいで喋ろうかなと思ってたんですけど、えっと、いや、ルックファンタスティックの開封だけで1時間持つかなと思って、 持たないねじゃあ何話そうかなと思ったんですけどあのねクリスマスコフレ皆さんどうしてます最近なんかねあの私さほらマキア派だっていう話をしたじゃないですかでマキア派なんですけどもうマキアさちょっと待ってあのマキアにもあのなんだろう あの、結構もうフライングで乗せてきてるんですよね。11月号ですね。11月号に結構ね、あの、クリスマスコフレの情報が結構ガッツリ載ってたんですよ。で、私みんなに、あの、一回動画を出して、みんなで相談会しようっていう話をしてたんですけど、まあ、相談会の動画はまた別で設けようかなと。あ、あと、伊藤君さん、クリスマスコフレ待ってました。 で、まああの、ちょっとね、あの状況を見てあのど,あのどうしようか、ね、悩んでるんですけど、あの本当はあの予習編の動画を出して、であ予習編ねであの、ライブでみんなでどうするっていう風な感じのステップを踏もうと思ってたんですけど、もうマキアがね、がっつり載せてきちゃってたんですよ。 だから結構ユーチューバーさんの他の方とかも結構もう結構先行して出されてる方とかいらっしゃったりとかして、だよねと思ったよ。ねえ。コスデコ予約え、激震しました小花さんあ、そうなのえっとね、えっと、あ、こんばんは。あ、そそこさん。クリスマスコフル何を選ばれるか気になりますってことで、なんか、 なんか今日、ショックなことがおあったっておっしゃってた方ですよね。だ元気、なりました私が元気を送ります。はい。<laughs> えっとですね、あの私、何を、まずね、買ったものをちょっと言おうかな。えっとね、あのー、買ったもの、えっとですね、コスデコ、私、予約できました。はい。こう、花さん、えっと、 えっと、あ、ルルリラさん、シャネルのボーム・サンシュエルの「王というのが気になってますが、お湯なんだろうって。えっとね、いろいろねあ、飛ぶからね、話が本当。え、シャネルの「王ってなんだボーム・サンシエル あ、これ、このゴ,ゴールドみたいな。あ、そうなんですね。先に進まなかったんだ。ああ、そっか。あの、ギリね、コスデコはねあの、ギリね、店舗があるんですよ、実は。だから、あの、店舗で予約ができたんです。ねえ、すいません。なんか、あの、紹介しますね、動画で。 あ、ぺぺさん、昨年予約し損ねた、えっと、エレガンスを予約しました。えっと、エレガンス、私も予約しました。えっと、ね、エレガンスっていうか、あの、エレガンス、アルビオン系とコスデコ系とかいうのはね、なんかね、ギリあるんですよね。あ、ヨーコヨーコさん、こ、こんばんは。あ、おかえこさん、こんばんは。<laughs> おかえこさん、こんばんは。もう、もう、もう古くから、 本当にありがとうございます。ライブ初見ですね。まだ2回目なんで大丈夫です。はい。元気注入されました。ありがとうございます。ということで、ボンサンシエールの王というのは、このあれなのかなあこれね、気になるね。気になるけど、小花さん、店舗に電話とかの方がいいかもですっておっしゃってますよ、おかゆさんが。 えっと、そうですね、コスデコね。10月1日、確かネット販売でしたもんね。うん。で、えっと、そうね、ちょっと話を問いますね。こ,うひあのこっちの,あのメッセージを拾ったり、本を見たりとかいう仕様とかと思うんですけどあの、今言いましたけど、コスデコとエレガンスは予約をしました。そして、えっと、買おうとしてるのは、えっと、なんだろう、あれ。 やっぱりシャネルは買えますよね。でボームサンシエルーっていうのはね、気になるんですけどと、店舗で見てみないと分かんないなと思ってました。で、なんかちょっとね、あの、なんか細くなってるような気がする。なんか気のせいかな。なんか、なんかちょっと細くなってるような気がするので、ちょっと見てみないと分かんないなっていう感じ。あと、ネリ系が、その、なんだろうね、あのマスクに響くよねっていうのがちょっとね、あの気になっているところ。 あ、アンプリチュードのベースメイクセットを予約しましたああ、いいなー。私は全員してないです。アンプリチュード。あ、ジバンシーもね、いいよねー。エレガンスは抑えました。えっとね、えっと、私はね、えっとね、あ、エレガンスはね、間に合うかも。あ、わからないあと。勝手なこと言えないですけど、エレガンス間に合うかもしれないです。行かれてみてください。 うん、で、えっと、シャネルはあの、この間シャネル行ってきたんですよ。で、あの何を、なんで行ったかって言ったらあの、ファンデーションをね、買ったんですよね。ファンデーション。ちょっとせっかくだから見せようかな。ちょっと、あ、あ <laughs> 下があのパン、下が、あの、寝巻きってことが今ばれましたね。<laughs> なんか、YouTube あるあるで <laughs>。 えっとねこ、これを買ってきました。あの、あれ。えっ、ー、と、ウルトラルタンクッション。こちらをね、あの、ちょっと買ってきました。で、これが、あの、なんだろう。私はニキビとかが結構ひどいので、ね、ニキビ跡が。で、これをカバー、これ結構ね、一回シャネに行った時に、あの、カバー力は結構あるなと思ったんで、これをね、ちょっと、ね、買いに行ったんですよ。 その時にあに、お姉さんとも仲良しになってる方がいるので話したんですけど、あのシャネルのレキャトル、今回のやつあの、シャネルがそもそも今回あの、ナンバー5が100周年ということで、いろいろこう企画をされてると思うんですけど、あのなんだろうね、可愛い,いって言ってました、あのリップの先の、あのリップのさあの、ここのところに、ここのところに5っていう数字が彫られてるんですよ。 で、それがね、めちゃめちゃ可愛いですよっておっしゃってました。で、でマキア見ると、確かに書いてある5って。で、えっと、ローズ系とピンク系が出るんだよね。で、このピンク系が、あの、ブラウンによったピンクだったら欲しいなと思ってるところ。うん。なんか、なんとしてもね、この5っていう数字が可愛いなと思ってる感じですね。 で、あのー、なんだろう。レキャトルは、あの、黒いところがあるじゃないですか。で、ここ黒は、結構ね、がっつり出る黒じゃないですよ、とおっしゃってました。なんか、そのお姉さんは、その研修かなんかもう、なんかネットで受けたみたいで、あの、実際、見たらしいんですよ。そしたら結構ね、可愛かったって言ってたんで、あ、あ、そっか、と思って。でもね、片押しがめちゃめちゃ可愛いんですよ。だから、これをね、この片押しを崩すのがね、 ねえ、泣かせだよね。うん。ちょっとね、か,かわいいからね、と思ってね、いるところ。だからといってさ、2個買うわけにはいかないじゃないですか。ねえ。でも使ってあげないとかわいそうだし。うん。本当と。と、先月予約前に、あ、えっ、ー、と、あ どうつよ、ね、さん、つよさん、先月予約開始前に予約しましたディオールのスキンケアコフレ、一しかうので。ああ、なんかディオールの方で買われたんですかね。あれかなあの横長のやつかな 3日前って言ったらそうだもんね。このディオールの横長のさ、ほら、毎年、1、2、3、4、5、6色縦にこう入ってるやつ、あれがさ、あの今回、今年はあは、ディオールは、なんかその、ディオールの本店なのかなかなんかを、こう、型押ししたようなやつが、こう、エンボスで入ってるんですけど、それが、あの、型押しされてる。あのー、3区もそう。で、3区も、なんだろう。 お腹がパンパカパンさん、こんばんは。えっと、お腹がパンパカパンさん、アイコン変えられましたよね。私、気づきましたよ。なんか、あ、ギター弾かれるんだと思って、思いました。いつもありがとうございます。そう、レキャトルね、あとルルリラさん、使いこなせるかなって思うですよね。私も思う。 で、この白いところが白とクリーム用がなので、これ本当に見てみないとわからない。なんとも言えない。あ、バックステージのプラム買う予定です。だって、あの、リュウアさん。えっと、これは、バックステージのプラムなんだプラムどういうことだあの、 9色ぐらい入ってるやつかなエレガンスは店舗によってああ16日予約開始と言っ,て言ってありましたよって小花さんあとトモさんスックの阪ービューティーで先行予約のやつねどうしようって迷ってる間に なくなってしまって残念でした。わかる。それわかる。あのね、わかる。あの、これね、あの、スックの話をちょっとすると、私ね、これね、あの、セルフリッチで買ったんですよ。あの、セルフリッチで、あの、なんか、有形限定とかだと思うんですよね。あの、10月に発、スックで発売って書いてありましたよね。あの、阪急のサイトのところに。で、私もそれ見て、あの、え、 セルフリッチで見たらあのいつものごとくあの多分 UK 限定のカラーとこの間出てた阪急のカラーがあのね多分 UK 限定が紫系で阪急で出てたやつが茶色系だったじゃないですか。で紫系とその茶色系をセットにしてあとチークパレットとあとリップが4色ぐらい入ってなんか3万ちょっとぐらいでいつも UK 限定とかで出る,出るんですよね。 それが出てた、すっく。だから、あの、多分12月に出すやつは、多分有形限定ですよ、みたいな感じで、またあの、前もありましたよね、なんか。だから、出すんじゃないかなと思って。で、一応、私は、半球で出てたやつを買いそべれたんで、私も。<laughs> あの、有あの半球で出てたやつと、リップをセルフリッジで買って、今、こっちに向かってるところ。 ですそう。スックは毎年、もう、荒れ,れますよね。糸君さん。荒れるよ。絶対今年も荒れるよあの。今年は、あのスックはあのセットを出してきたので、ちょっとポーチがついてなかったら残念だなと思うんですけど、あれ、今回もね、スックはね、これちょっと激戦だと思いますね。だから、予約開始日が10月29日だから、 多分、10月29日の朝9時半とかのはずなんですよ。だから、10月29日の朝9時半は、大体の人は女子トイレ行きますね。携帯持って。私も行く。<laughs> ねえ。団子おまウさん、すっく帰るか、今から不安です。一生、私も <laughs>、すっく帰るか不安、本当もうね、あの、もうね、 その参戦するまかなと思,思うぐらい不安になってるうんそうなんですよあすっく朝から予約に行きますってようこようこさんそうなんですねす,もうすっくカウンターあるのいいなあやっぱりルルルー屋さんバックステージの給食パレットからプラムが限定で出るんですよそうよねあわかってかっあの見ました見ました あ日本でも出るんだ。だから、セーフリッジで見たんですよね。ああ、そうなんだ。そうなんだ。女子トイレ、そう、女子トイレで携帯で予約するんですよ。そそこさん。<laughs> 9時半になったらみんな。スッコはネットだとどこがいいんでしょうか。えっとね。 いや、私はすっごく公式がいいと思いますよ。あの、誰かがコメントいただいてましたけど、あの、ミーコとか、あの、ソゴーとかの、あれにばらまく数よりも、あの、自社サイトで売る個数を多くしているっておっしゃってたので、私はすっごく公式を、あの、おすすめしたい。私はすっごい公式で買う予定です。はい。おかいこさん、もう諦めモードですって。 そうなんですよね。私も、ね、ちょっと諦めモードなんですよね。ちょっとねうんとあ。セルフリッチのやり方を教えてください。トモさん。えっとですね、あのセルフリッチ、ねあのえっとね、英語ばっかりでなかなか踏み切れませんよね。わかります。でも、あのなんとなくわかる,かる、えっとねあの。左上に、あの 円に変える、あのー、ボタンがあるので、円に変え,変えては、どう説明したらいいんだろう。あのとりあえずあの、セルフリッチはですね、あのー、本当、ファーストネームとえミドルネーム、なんだっけ、ファーストネーム、ファーストネーム、名前を両方入れるじゃないですか。で なんかその、え、住所も下から入れないといけないし、バンチの方から。で、なんとか監督、監督、監督、長崎、ジャパンみたいな感じで入れないといけないから、なんかあの、ちょっとね、めんどくさい、ちょっとね、わってなるんですけど、一回やっとくと、あの、本当あの、いろいろ変えるからね、おすすめなんですよね。そこはね、ちょっとね、あの、頑張ってちょっと会員登録していただいて、で、あの、セルフリッチで私がいつもおすすめしてるのは、 あの、送料なんですよ。で、セルフリッチって、あの、送料一回3500円ぐらいするんですね。でも、一回5000円の、あの、会員プランみたいなやつがあって、セルフリッチプラスみたいなやつがあるんですよ。で、あの、5000円払っとけば、1年間送料無料なんですよ。なんで、ここはね、もさんさんね、あのー、一回、あの、ふん、ふん、ふんばって、 会員登録して、その5000円コースに入っておけば、もうあとはもうあのカードも覚えておいてくれるので、まあちょちょっと、ちょっと怖いなと思うんですけど、カードも覚えておいてくれるので、後ろのセキュリティコードを入れれば、あのすぐ買い物が次回できるので、一回頑張ってあの、ね、セルフリッチ会員登録するのをおすすめします。はい、あと、そのセルフリッチプラスに入るのは、 あの、あれ、おすすめ。あね、セルフリッチ、あの、ヨーコヨーコさん、ヒロミックスさん、セルフリッチ使いこなしてるっておっしゃってるんですけど、この間ね、あの、セルフリッチね、エラーになったんですよ、私。あの、この間20、20%オフキャンペーンをやってて、で、あの、グッチーを買おうかと思ってたんですよね。そしたら、あの、カード決済ができなくなったんですよ。どのカードもダメだった。で、 セルフリッチにメールしたんです、ね、らあと帰ってくるのも英語だから戻すのも英語でもう結局あの Google 翻訳で翻訳してなんかあっセルフリッジの IT, IT の方にあの私の,そのなんだろう私の,その会員名簿みたいなやつを見せてなんでできないかっていうのを解決するからちょっと待ってくださいみたいな感じになったんですよ。で なんでかななんでかなと思って。もう、だからその20%オフの時何も買えなかったんですよね。買いたかったものが全部買えなかった。で、それで9月じゃなかった。10月に入って買ったらね、買えたんですよ。だから9月1ヶ月間だけ使えなかったんです。めちゃめちゃ残念。ね、その時ね、いろいろ買えなかったあ、ルナソル先行買えなかったやつあって、それも買えるかもなんです。 あだダンゴーマーさん、あ、そうですよね。ルナソルはね、あのー、あれが出ますよね、なんか9色ぐらい入った、こうよ、横長のやつが、確か、ルナソルねに出るはず。あれもね、可愛い,いなと思うんですけどねあの、パレットばっかり増えてもねっていうところがちょっとあるんですよね。<laughs> ちょっとさ、水、お茶飲んでいいですかあの、喋り。<laughs> ちょっとお茶飲みます。はい。そうセルフリッチ、だかったらすっごい厳しいですよねって書いてある。そうなんですよね。お腹パンパカパンさん、公式に悩ます公式がいいと思います。公式が。 ゆずゆずさん、雨音が欲しくて、もう無理でしたってどういうことだ雨音って何あえ、スックの、あれの、名前のことなのかな雨音って名前だったのかなあわかんない。セルフィッチ、毎日チェックしてます。アドベントカレンダー、小花さん、ありがとうございます。あの、アドベントカレンダーはね。 とともささん、ちょっっっ頑張てててやってみてくださいあの。最初だけ大変だと思いますけど、一回やればね、たぶんね、次から大丈夫だと思います。そう、スックね、パープルの方が欲しいんですよ、私も。やっぱパープルがね、たぶんね、一番激戦だと思いますね。あ、スックね、電話参戦ね。 ザラですね。1時間繋がる。私ね、300回ぐらい買い間かけましたもんね。あの、おととしぐらいかな。あの、ポーチ、あの、オレンジと赤のポーチがついてきたバージョンのやつ。時ね、私1時間ぐらいかかったら300回ぐらいかけたもん。ほんと。あーそうね。緊急事態宣言も、そう、ニッちゃんさん300回かけた。あっ、すっくに。ふふふ。 本当、書けました。もう2年前になるね、2年前。2年前になるっていうから、だから私今回クリスマス3年目ととか、私あの、多分3年前のクリスマスコフレぐらいから YouTube にこう本腰入れ始めたんで、なんか3年ぐらい経つんですよね。あ、なんか、 ランコムのアドベントカレンダーって、え、あのね、ランコムのアドベントカレンダーはね、情報出てます、一応。あの、セルフリッチで見た。<laughs> あの、ランコムのアドベントカレンダーは、あれなんですよ。またね、去年と一緒。パカーって開いたら、エッフェル塔がこれ真ん中に立ってるやつでした。で、えっと、中身も大体一緒だったかな。で、えっと、去年の、 ランコムの、えっ、ー、と、マスカラがこれだったんじゃないですか。で、今年は、あの、よくある、こう、あの、うねってしたマスカラが入ってる。そんな感じ。あとの中身はね、あの、よくわかんなく、あの、よく見えてなかったけど、だいたい去年と一緒かなっていう感じですね。 えっとね、あと、えっと、今年のね、アドベントカレンダーはね、私ね、一応ね、あの、毎年同じやつ開けても面白くないよね、と思って、えっと、いろいろね、考えてるんですよ。で、いろいろ考えてると,、えっと、違うやつ買おうと思っています。で、アドベントカレンダーはね、あの、ルックファンタスティックはもう予約したんですよね。で、あとね、 行きたいなぁと思うんですけど、マックの情報が全然出てこない。その、なんだっけ、あの、バイマってわかりますかバイマーでちょろっと見かけるけど、あれが日本で発売されるのかどうか。えシャネルのアドベントカレンダーが出るそうなんですかユずズーさん。 あ,ありがとうございます。あなんか私のことを褒めてくださってる私に出会えてよかったってことでそうあのね、あのー、ベスティ・ジョンソンさんお久しぶりです。っですね日本ではね多分ね買えないと思うんですよね。で えっと、そのさっき言ったセリフリッジでカミングスーンになってるんでいつあのアップしてくれるんだもうここ23日ずっとカミングスーンなんでカミングスーンってことは発売されるはずなんで中身開いたらあのア,ウアウトオブストックって書いてあるんですよでもカミングスーンだからあの多分発売されると思うんですけどねかいつ オープンになるのかなと思って、ちょっとね、待ってるところ。アドベントカレンダー、クラランスね、クラランスのアドベントカレンダーもあの気になりますよね。クラランス、うん、クラランスのアドベントカレンダーはですね、今年はね、あのちょっと買わないことにしました。はい、なんかあの、ちょっと違うメーカーのやつにしたいなと思って。 で、なんかね、クラランスのやつも見たんですけど、大体いい一緒だったんですよね。で、あの、海外、あの、日本バージョンは、こう、正方形の、こう、立体的なやつが出ると思うんですけど、海外のやつだと、あ、それで12個入ってるんですね。で、海外のだと24個二十五個かな,なか結構大きいやつが入っているんですけど、あの、その、バイマーってやつで見ると、結構ね、あの、なんかちょっとあの、なんだろう。 こういう、こう、コロンってした感じの、なんかオレンジの美容液みたいなやつが、なんか入ってました。はい。あのー、倍間だと買えるかな。ランコム買う予定ですかアンプリチュードと悩んでます。あ、なるほどねそう。だからそのね、ランコムのアドベントカレンダーは、 あの日本では買えないかもしれないですね。私もあのその海外のサイトで買おうとしてるんで。うん。あ、ミネチンさん、お久しぶりです。こんにちはって言ってくれてたのが見,見過ごしてるかもしれない。クラランス気になりますね。ゲランのアドベントカレンダー。 ゲランのアドベントカレンダーがあるんですかえ、すげえ。えー、ああ、私もひろみくさん大好きです。ありがとうございます。私も皆さん大好きです。もう皆さんがいらっしゃる、いてくださるから、<coughs> 私がね、成り立ってるようなもんなんで、ほんと。マックのアドベントカレンダー。あ カウンターで聞いてくださったんですね。日本ではまだわからないんですって言ってたみたいですね、カウンターの方が。ああ。そうなんだ。いやね、あの、Mac のアドベントカレンダーも、あの、ビジュアルは分かってるんですよね。もう、こういうのやつが出るっていうのは。その、バイマってやつで。で、ただ日本であの発売されるかどうかがね、ちょっとね、悩ましいところだな。 はい。たくこさん、あの、バイマーもね、ちょっとチェックしてみてください。うん、あれもね、結構いいので。そうですね。あと、そうで、あの、クリスマスコフレ、えっと、ああ、なるほどね。どっかのサイトで見られたんですね。ゲランのアドベントカレンダー。あの、ボビー・ブラウンのアドベントカレンダーもあった。私、びっくりした。ああ、バイマで。 へえー。エイソス、エイソスのアドベントカレンダー結構良かったです。エイソス分からんな。見たら分かるのかもしれないけど、分からんな。はい。セルフリッチ挑戦してみてください。いつかカミングスーンだからね、多分絶対オープンになるはずなんですよね。 はあ、そういった感じですね。なんか、そうクリスマスネタ、あのー、本当盛り上がるよね。<laughs> で、一応ね、あのー、まとめますと、アドベントカレンダーは、ルックファンタスティックは買えます。で、あ、買えますか、予約しました。で、マックを狙っている。で、あとは、ちょっとあの、今まで買ったことがないアドベントカレンダーを狙っているところ。うん、で、 あの、ランコムだった、だかたえっ、ー、と、クラランスは買わないかな。アドベントカレンダー。うん。で、あの、コフレは、えー、とコスデコと、えー、エレガンスは買い、予約をしました。で、ディオール・シャネル・スック。この辺は買うだろうなっていう感じですね。 えっとね、今日だったんだえっと、なんかあの、えっとですね、聞こえないよね。あの、私の町で今日ねあの、イベントがあるはずだったんですよ。で、あの毎年あのイベントがあってるんですけど、そのコロナでな,ないから、 花火だけあげようってことで、えっと、あ聞こえます本当あの、なんだろうあの、私の街の至るところでいっぺんに花火をあげるんですよ。だから、あの、私の近くの小学校で上がってるはず、多分今見に行けないけど、聞こえた <laughs> まさかこんな日に、ね、 どあの配信ができてよかった。<laughs> そう、花火の音なんです、パンパンって。ほんのね、ちょこっとですけどね、たぶん、もう、ほら、ね、もうなんか、んかコロナもね、こういうのでこう、厄払いみたいな感じでね、吹っ飛んでくれたらいいんですけどね。そう。でこなんかコフレは コスデコエレガンスディオールシャネルスックあたりですかね、うん。で、あと、あの、プレゼント企画も今年もやろうと思ってますんで、あの、よかったら楽しみにしといてください。あの、何のことっていう、あの、言う方いらっしゃるかもしれないですけど、あの、去年から、あの、皆様にプレゼン、クリスマスプレゼントっていう企画をやってまして、えっと、本当、もう心ばかりですけど、あの、 プレゼントをご,ご準備いたしまして、あの、応募をさせ、応募をしていただいて、えっと、当選、当選、あの、リアル当選結果。あ、今回、ライブでやれるね。<laughs> 今回、ライブでやろうかな。あの、このなんかこういうルーレットがあるんですよ、ルーレット。ルーレットで、こういう、こういうやつで、なんか、 なんかこうル,ルーレットでなんか何番が当選ですみたいな感じのもんねや、去年やったんですよ。で、今年もあもやりますんで。はい、<laughs> ありがとうございます。クリスマス楽しみですよね、本当。 あ長崎修学旅行で行ったけど、もう一度ゆっくり観光したいなとおっしゃってますね。ありがとうございます。確かにね、あの修学旅行で長崎来ること、方、多いですよね。だから、その、あそこに、なんでだろう。あと、あれですよね。ASOS って何私、ちょっと、そこついていけてないんだけど。 えあこれこの ASOS もあれですかあのー、な,なんか今見たけどあのサイトみたいあのー、いろいろ変えるあなんか 洋服とかなのかなかっこいいなエイソスへえんだろう途中なんか途中でお話があったわけですね <laughs> <laughs> 見れてなかった <laughs> はいはいそういうことですねそんな感じでございます あとはうんちょっと私もググりますねエイソスアドベントカレンダー。 なんか今パッて見た感じ、なんか洋服が多いような気がしないではないんですけど、なんか、で、最近ね、私ね、これも見たんですよ。誰かがおっしゃってた、あの、カルトビューティーカルトビューティーでもうちょっとね、あの使わ、使ってみた。うん。カルトビューティーも結構良かったかなっていう感じ。ただ、あの、完全海外ブランドが多かったんで、なんか、 あの、知らないブランドが多かったかな。させぼ佐世保の友達に花火を教えてあげましたって。あ、猫バスさん、どうも。私は、あの、その、佐世保ってもうバレてるんですね。バレるよね。させぼ佐世保、佐世保なんですよ。ねえ。 私、サセボって言ったっけ、自分で。サセボは隠しとこうと思ってたんですけど、バレてるよね。いや、ねあの、<laughs> カルトビューズ気になってました。ナーズとかが安かった。そうそう,そうそう、ナーズが安かったの。ナーズが安かったんで、ちょっとね、買ってみました。ただ、あの表記がユーロ、ユーロだっけイギリスってユーロ、ユーロで合ってる。なんかここん、こんなやつ、こんなやつ。 ユーロで合ってるのかななんかちょっと1 0にユーロ120円ちょっとぐらいかな、うん、ただ多分あのタックスが入ってないから安いのかななんかわからないけどちょっとねあ言ってたあ言ってたか <laughs> お腹がパンパカパンさん言ってましたね私。 そうなんです。すななんんででよ。でで忙しかったかって言ったら結構佐世保の特産品を扱う関係の動画をこう作らないといけ作るお仕事をちょっといただきましてなんかそういったねあの動画を作ったりとかしてあの撮影に行ってロケでであの動画撮影して YouTube に上げるっていう作業をしてました。 でこ私の YouTube じゃないですけどね。そのお客さんの YouTube のアップしたりとか、そういうことをやってたんですよ。ポンドかポンドかユーロじゃないんだ。あ、ポンドね。OK。メモっとくよ本当に。ポンドって書いとこう。よかった。 あもうほんとね。そうサセボバーガー美味しいですよね。サセボバーガーねあの、私はね、あの、かやが好きなんですよ。わかりますかかや。でもね、あのー、通販とかで買うならビッグマンとかがいいかな。あのー、うん、ビッグマンとかがおすすめですかね。あのー、 通販で結構あの販売されてるのはそんな感じ。あ、ノーリオ T さん、こんばんは。はじめまして。はじめまして。ヒロミックスと言います。はい。ど、どこ、どうやってたどり着いてくださったんでしょう。ありがとうございます。もうね、今ね、1時間8分はし、走ってない、走ってない。喋っております。<laughs> で、ああ、花火。 ルね全然見えないけど、多分親とかが今、多分ジタバタしてると思うんですけどね。ここはあの、もう、あれなんで、はい、ビッグマンチェックしてください。あのね、ベーコン、めっちゃ分厚いベーコンがブワーって乗って、めっちゃ美味しいんですよ。で、そのベーコンも冷凍して届くんで、あのぜひあの、買って、チェックしてみてください。はい、あの通販で買えるんで。 ちょっと高いけどね。グルメ情報もアップしてください。なるほどね。佐世保のグルメ情報をね。うん、そういうのもアップできたらいいけどね。なんかね、どんどんね、ブクブク太るんですよ。<laughs> もう運動もて汚いからね。うん。運動しながら、食べながらあ、そういうことをしていかないとね、いけないね。<laughs> はい。そんな感じで、そろそろお開きとしましょうかね。 と一時間も過ぎましたんで、ありがとうございます。なんか、あのー、そう。だから、えっと、ちょっとねあの、クリスマスコフレの話もしたかったんですよ。みんなの状況どうかなっていうのを思って。うん。ナーズの16色パレット気になるよねー。いや、今回ね、ナーズね、あのー、16色パレットで、ね、もう気になるけど、パッケージの柄まで気になるんだよね。で、ちなみに、なんだっけ あのディオールのシングルアイシャドウでなんかちょっと変わったエンボスのやつが出るかもしれない。なんかちょっとね、ネットで見たんですよね。この、このナーズのこのなんか帯をさ、パパパパパパパってしたいみたいな感じのさ、蓋じゃないですか、蓋が、蓋が。それみたいなエンボスが入った、あの、ディオールのシングルアイシャドウが出るかもしれない。もしかしたら。 ナーズはね、16色すごいね、花火。<laughs> これね、あ、でも、8360円。ということでございます。うん。高いのか安いのか。まあ、安いような気もしないでもないけどね。16色入って。1234、1234、4四16入って。うん。 1>, 1万超えるかな多分、あの消費税入れても、1万いく,いくかいかないかぐらいか。うん。前さ、ボビーブラウンの1万円のアイシャドウパレットを買ったので、あれでちょっとね、あのー、あの、なんだろうね、ダメージを食らってるんで <laughs>。 1>, はあ、1万円のアイシャドウパレットかーみたいなダメージ食らってるんで、それからすると8360円は、まあ、もしかしたら安い。安いっていうか、それと比べたらね、いいのかなという感じ。うん。ジバンシーも可愛いね。どうしようかな。まあ、そんな感じでございます。うん。8 3 6 0る1 6 522円です。1食522.5円。はい、かやバーガーもチェックしてください。かやバーガーはあの通販はないので来ないと食べれないかなっていう、うん、単価安いですね、522円、うん。もしかしたら GU より安いんじゃない どうなんだろう。<laughs> はい。そんな感じでございます。ということで、あの皆さんのクリスマス小触れ状況をね,ちょっとね、知りたかったので、ちょっと今日ね、ライブをさせていただきました。どうもお付き合いいただきまして、ありがとうございますで。私の状況も一応お話ししたんですけど、いろいろこう気が変わって、なんかあの、あれもか買ったり、これも買ったりとかするかもしれないので、またね、あのまあ、それは動画で随時あの、皆さんにシェアしていこうかなと思ってますので、 など楽しみにお待ちいただければと思います。はい。ということで、皆さんもよろしいでしょうかはい。そういうことでございます。ありがとうございました。ボディショップのアドベントカレンダーもあります。頑張ってく、あのボディショップも可愛かったよね。なんか、なんか引き出しみたいな感じになってたような気がする。うん はい。動画楽しみにしてますってことで、はい。ぜひ楽しみにしていただければと思います。あの、10月は比較的時間がねあ、空うと思うので、なんとなくね、定期的に上げていけたらなと思ってます。はい。そういう感じですね。あと、クリスマスコフレは、あの、きちっとしたいので、ちょっとすごい頑張ります、ね、あんで、暑いだな。本当楽しみにしといてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、 本日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。はい、また次の動画じゃないけど、<laughs> また次お会いできる日を楽しみにしております。じゃあ皆様、バイバイおやすみ